こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。2連敗を喫してしまいました。なので早めに立て直さないと。順位は3位ですね。首位とは2点差、まだチャンスあります。え、なんだって。あ、本当だ、1人倒れてる。ミヤキに入れてもらおう。緑とエリカか。これでいきましょう。圧倒的なんだが、決して油断はできないのがこの N1 リーグ。頑張っていきましょう。あー、ダメだ。チャンスだったのに。今のちょっと危なかった。タイミングが合わない。ローテーションに余裕があるんで、練習試合とかやればいいと思う。繊細書いてますね。強いチームじゃないよな。あれ、簡単にインターセプトされてしまった。まだ調子悪い状態が続いてしまってます。あ、出しちゃったや。危ない。おお。え、なんで今の。え、取ったでしょう、キーパー。あ、これキーパー渡したとこをシュート入れられたんじゃないの。なんたるミス。じゃあ終了です。中段全部変えて勝負に行きます。繊細が変えた状態わからないな。
危ない。縦パスだ。何これ、ついに最下位相手にもこの状態。なんだこれ。あ、正直今もう N1 リーグで一番弱いチームですね、これ。そうとしか言いようがない。最下位でこれだと完全に押されてるし、スパッとシュート決まるんだけど、ボールを取ることもできない。ピンチにもなる。時間は刻々と過ぎていく。ひどいなこの状況。おっと、縦パスだ。だがネルンストに届かない。ん？オフサイド？なんか深いんですねこれ。ほとんどゴール前なんだがオフサイドです。エリアとか高いな。さあチャンスさよ、同点、ようやく同点。苦しみながらもようやく1対1のチャンスが出て同点に追いつきました。時間がほとんどない。試合終了です。勝てませんでした。前半からピリッとしない試合が続きます。これもそう決定打かな。これないよ。ちゃんとキーパーキャッチしないと。ようやく同点に追いつきました。で、これで試合終了ですね。全然試合シュート打ててないのか。4位に後退してしまいました。あっと、支持率がちょっと落ちた。初めてですね。今までずっと落ちてなかったのに。早かった2週間。日程見てみましょう。結構間が空いてるんですよね。一週明けまして、武蔵野ホーネッツとの試合です。これで戻ってこれたのか。今度は萌えです。いや、もうこれ勝たなきゃいけないですよ。今度は4位、落ちてしまったクラーカリワーズ、武蔵野ホーネッツとの公式戦です。
これ終わった後特訓させますからね。あっと、本当にテンポが良くない、合わない。緑センタリング、しかし7個、ちょっと足が先取点です。早く勝ちが欲しいですね。信頼率をちょっと落ちちゃいましたからね。選手を交代してきました。ノーホイッスル、深いな。オフサイドラインが深い。結構 B に押し上げてるんですね、ラインを。前半もあとわずか。さあ、ちょっと選手交代が重要になりますが、誰も疲れてない。このまま行きましょう。そうそう、選手交代の時期ですね。まあ普通に中段変えればいいんじゃないかな。節子も疲れてますけどね。あ、やばい、あっと、やられてしまった。中段に追いつかれてしまいました。さあ、相手を攻撃的布陣に入ってますね。
こちらの選手を一気に超えてリフレッシュ、早く再度リードしたい。緑、危ない、これはちょっと強すぎるな。さあ残り5分、本当に勝てない試合が続いている。危ない、本当危ないな。おっと1対1になってしまった、終わってしまった、また勝てません。先制したのはクラーカリバーズでした。先制パンチ、後半19分、決められてしまいます。もう危なかったな、危ない。続きます。それからずっと本当にピンチを展開、1対1になったりはしましたからね。ままですね。シーツが、彩香が復帰、そっか、なんとか同点に追いついたんだ。コラテペンタは引き分けではある。ただシーツがどんどん落ちてしまっているので流れが悪い。そうだそうだ、もうこんな時間帯なんですね。はい、ということで首位から5点差がついてしまいました。一時は首位に立ってしまったのに、これはちょっとひどい状況です。7勝3敗5分ですね。引き分けが多い。次は筑波田ガーマですか。なんとか勝っていかなければなりません。とはいえ2試合、次回はいつも練習試合なので、練習試合でも戦わせてみたいと思います。これでカードを得て選手を強化したいと思います。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いいたします。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはお送りいたしました。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。